ちゃんくん、おはよう。今日も、日の当たる場所で日向ぼっこです。とても美しい光景ですね。ちゃんくん、高いね。ちゃんくん、ポカポカですか？じゃあもうおいで。おんちゃん、おんちゃんは日の当たってない場所でいいんですか？もう変わったないよ。いいみたいだね。いやー、すごいあったかい。ケンくん、迎えに行ったの。ケンくん、ポリポリさん。
はい、これからジャン君、ポンちゃんは朝ごはんが出ますよ。まだですよ。ちょっと待ってね。あ、すごいとこなんだね。ポンちゃんはそろそろ起きる。カリカリ巻いとくね。ちゃんとジャン君はこのようにくつろいでいますが、実は今日はこれからマオイママだけが東京にまず行きます。そして金融関係のもろもろを処理していきます。そしてその後夕方には黒犬パパも合唱団のため出かけます。合唱団で黒犬パパと、マオイママは合流します。そしてだいたい夜11時近くに帰ってきます。ちょっとまた留守番になりますがよろしくお願いします。そしてですね、このところ毎夜、深夜ですね、ここの扉を、開けてくれるポンちゃんという子がいます。これ二人とも出かけてる時にですね、ここを開けて、さらには今朝起きてみたら隣の部屋も少しだけ開いてたってまあ今まで言ってましたが、ぽっちゃん大変申し訳ないんですが、誰もいない時はおとなしくここで寝てていただけませんでしょうかね。え、別に隣の部屋に入っても構わないんだけど、もしね、洗濯物を干したりするために、おばあちゃまが扉を開けたりしたとき、あなたどっか行っちゃうかもしれないでしょう。ちょっと下の、おばあちゃまには言っておきますが、お願いしますよ。よろしくね。
寄り添ってるんだね、君たち。仲良し。